みなさんこんにちは茨城オンラインスタディの時間ですこの動画は小学校2年生の算数足し算と引き算の筆算の内容です頑張りましょうそれでは今日の問題を確認しましょうまさしさんは85円のチョコレートと42円のガムを買います 合わせて何円ですかまずは問題からわかることを探しましょう。チョコレートが85円。ガムが42円です。そしてキーワードは合わせてだから式はどうなるでしょう。足し算ですね。 85足す42。できましたかそれでは式をノートに書きましょう。 答えを予想してみましょう100より大きくなるでしょうか小さくなるでしょうか、はい、さて、足し算を計算するとき皆さんは筆算で計算することは もう勉強していますね。それではノートに今日の足し算の筆算を書いてみましょう定規は使ったかな それでは確認しましょう。筆算を書くときの約束は位を揃える。1の位から。でしたね。ここまで書けましたか筆算を計算してみましょう。まずは1の位から。 5たす2は7。7は線の下の1の位に書くのでしたね。次は10の位です。8たす4は12。じゃあ、線の下の10の位に12を書くのかなあ,あれこんな時にはどうしたらいいのでしょう それでは今日は足し算して10の位が10より大きくなったらどうするかを考えよう。ノートに課題を書きましょう。 翼さんは筆算の仕方を図で考えてみました。みんなも一緒に説明を考えてみましょう。筆算の約束、1の位から考えてみましょう。1の位の5を足す2は1が5個と2個なので、それを足して7になります。 次に 10, の位です10の位のの 8+4 は10が8個と4個なのでそれを足して12になります10が10個で100ここで変身した100の1個を100の位へ持っていきますこれは 繰り上がりでしたね。この時、十は二個残っています。百が一個、十が二個、一が 7個。で、答えは、127となります。なるほど。もう一度筆算に戻って、図のように考えて計算しましょう。位を揃えて、書く。1の位から、 5たす2は710のくらい8たす4は1212 12の10を100のくらいにくり上げる答えは127できましたか 今日の学習でわかったことをまとめましょう。10の位が10より大きくなったら、その後の言葉を書いてみましょう。ヒントは繰り上げだよ。 かかけましたかそれでは確認してみましょう10のくらいが10より大きくなったら100のくらいに繰り上げて計算する今日の勉強がわかったか練習問題で確かめてみましょう 94+32。94 32 筆算はかけたかな ?1 の位からだから4、4たす2は6。次は10の位。9たす3は12。答えは126。54たす60。筆算はかけたかな 1>, 1の位からだから 4+0 は4次は10の位 5+6 は11答えは114時間が余ったら他の問題にもチャレンジしてみましょう。 今日の振り返りをしてみましょう。今日の学習でわかったこと、今日発見したこと、もっと調べてみたいこと、疑問に思ったこと、などなど、自分の言葉でノートに表してみましょう。今日の学習はわかりましたか それでは次回もお楽しみに。